い、皆さん、今回は今までにないすごい回にお邪魔してまいりました。笑いと感動と悲しみと、そして笑いが多いな。神谷さん、銀銀や著名人を含む700名の前で出演オファー。はい、おいさあ、リアクション逆再生 YouTuber のワリポップです。一番のアルキーです。はい、ということで今日はですね、日本専門薬剤同士会第26回全国大会前夜祭の懇親会に呼んでいただいております。びっくりしたんですけど、衆議院議員さんとか、すごい方々がおられる。一番前の席ですね。はい、700人ほどの方々にですね、前で裸での薬剤師を披露してほしいと依頼がありましたので、今日ご参加していただいております。そして小川さんもですね、別時間でですね、出演する予定になってますが、皆さん最後まで見ていただきたいと思います。じゃあ、はるき、やる気の方を見てください。緊張する。じゃあ恒例の控室の方にご案内します。こちらです。のぼせもんさん、朝日会のぼせもんさん、朝日会さん、ハンドボール部、あ、どっちボール部やろ。はい、オーガマンさん、俺らの名前ないんかい。一回見ていいですか。今からですね、オーガマンさんのパーマネントの写真撮りたいという方がおられると思います。今からですね、フォトセッションを行いたいと思います。ポーズはオーガマンさんの決め台詞でいきたいと思います。ということで、ここでですね、オーガマンさんと川野連長にして私ワディポップお別れしたいと思います。お別れの挨拶はオーガマンさんの決め台詞でお別れしたいと思います。いきますよ。病気になったら薬飲んで寝ろ。ありがとうございました。バイバイ。Oh,
いやー、すごかったですね。僕もここで歌一人歌ってみましょうかね、これね。まあ、それは冗談といたしまして、この歌ってマリーさんが作られたんですか？はい、先生から私作詞作曲をさせていただきまして、レコーディング監修の方はですね、あのファイナルファンタジーとかを監修されている大曲翔さんにレコーディング監修していただきました。ぜひとも聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではここでハルキさんに採用していただきます。ハルキさんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ突撃インタビューです。先生、自己紹介をお願いいたします。はい、日本専門薬局同士会会長、黒沢です。今日は大賀さんの素晴らしいパフォーマンスを、ね、見せていただいて、福岡に何しに来たって言ったら、大賀さんのこの、ね、歌と活気で大賀間を、ね、見に来た。素晴らしい、もうびっくりしました。福岡ではもう、ね、知名度が、ね、非常にあるんだなと。これを見ただけで福岡に来た甲斐がありました。大賀さんにはますます頑張っていただいて、日鮮堂でもねますます活躍をしていただきたいと思いました。ありがとうございます。これからもじゃあもし何かご一緒にできることがありましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。そうですね、はい。最後に皆さんに先生からメッセージをお願いいたします。はい、日本専門薬局同士会、日頃から健康、病気のない幸せな家庭をね作れるための活動をしています。それを福岡では大賀さんが頑張ってくれているので、皆さんこれからも大賀薬局よろしくお願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。梅野先生に来ていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそ今日はありがとうございます。まさかステージで歌わせていただけると思ったら、はいはい、どうですか実際に。いや、僕はずっとインスタで2人の姿を、あるあるもしもし薬剤師をずっと見てて面白いなって、それが生で見れて、すごいちょっと涙が嬉しいですね。本当ですかなと思ってます。はい、一緒にできることがあるとしますか？ゲストにできるのであればぜひ、中洲の中であれば何でも僕を使っていただければと思います。中洲で次は発言といいますか、全然僕ウェルカム楽しそう、はい、待っております。そう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 、はい、全然やりましょう。中洲の中心の真ん中。山田先生でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ということで、2人目のインタビューに行きたいと思います。高井薬局の瀬尾さんです。よろしくお願いします。はい、僕たち初めて、はい、初めてではないですけど、はい、歌を歌わせていただいて、はい、どうでしたか？本当に楽しみだったです。はい、楽しみだったです。はい、メッセージ性的なとか伝わりましたですか？ありがとうございます。ありがとうございます。そこを伝えたかったので、そこから殻を破ってやっぱ YouTube で伝えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、なんか今度の秋にも、はい、わかったので、ね、うちの子供を保育園にいただけるような話を。ありがとうございます。しっかりして、ね、しっかり盛り上げて、子供たちに笑顔にして、はい、なるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、高井薬局の瀬尾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まちこ先生に来ていただきました。拍手。今日どうでした僕たちのステージ？すごい、もう、もう作って、ちゃんと作曲もして、素晴らしい音楽、そういったのを、私たち薬局に、ね、対して、すごく勇気づけられる曲だったので、すごく YouTube とかでね、広めていけたら、私たちも、ね、一緒の仲間なんで、で今後健康指導していく中ですごく力強い演出だったんで、素晴らしい、ね、シチュエーションをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。まちこ先生でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。緊張したね。やっぱり緊張しました。700人よ。分かった。後ろ見えんかったもんね。後ろの方マジで見えなかった。まあ、こんな感じで歌もですね、披露させていただく番もいただいたりとかして、はい、これからも歌をですね、発信できたらと思ってますんで、こういう準備来てほしいということがありまして、はい、ぜひとも DM だったりとか、はい、私のインスタグラムのコメントとか、YouTube のコメントとかでですね、はい、ぜひとも言ってください。直接連絡取って、お伺いさせていただきます。じゃあ、ハルキーさん、最後に今日はいつも一言お願いします。はい。薬飲んで、寝ろ次回予告。いや、今回もワーディーさんとハルキーさんの踊りのキレ、キレキレでしたね。よかったっすね。次回は大賀社長も出演、そして薬剤戦士大賀マンも参戦。また楽しみが増えちゃうぞ。
みんな見てくれよな。大谷からチャンネル、ワディです。ワルキーです。私たちは登録販売者の勉強法、誰でも使える薬の知識、楽しめる動画を配信しています。応援してくださる方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私個人のワディポップのインスタ、TikTok、X でもイベント告知を行っておりますので、ぜひともフォローお願いします。